こんな時代だったら、物が大切語。靴、アイタギのことなら、ピアノ、ビューティー、断られた靴に直す。大丈夫。あれ、閉める？お願いします。一分前です。勝ったよ。ね、いいでしょ。勝ったよ。横隔膜を開く。さあ、よろしくどうぞ。さあ、今年も最後だね。ね明けましておめでとうございます。早い。ツッコミがですね。井上環境副大臣、安全性を高めるために指定廃棄物、井上環境副大臣、処分場建設に必要な調査の実施連携。読めない。カメラ使えない。向きは？やめ。そろそろです。はーい。あ、出た。カード以上？取れた。取れたかな。処理中です。取れない。メモリいっぱい。あ、取れた。なんかね、調子が悪いんだよね。ごめんね。お願いします。はい、よろしくお願いします。失礼します。怖い。怖くないよ。僕怖くないよ。ね。始まっちゃう。よし。クリスタルツーランド2015年12月14日毎月第2月曜日14時から15時の1時間ペットの情報番組をお届けします。メインパーソナリティはワンダフル隊長ミッチーナこと太田道代、プロデュース下町エレガント大使キリン、そしてクリスタルの IR 門番ツートップことぶきちゃん&銀ちゃんママとお隣でにぎやかしい日本一に詳しい脚本家作家岡本孝也でお届けしてまいりましょう。はい、さあ今月もよろしくお願いします。お願いします、ね、12月なんですけど。そうですね、なんか暖かそうな帽子かぶってますちょっとね、でもスタジオの中暑いね。ちょっと暑いですね。いつもね帽子好きだからかぶるんだけど、かぶってきてから暑いなって後悔してかぶれないように。電車とか暑いの困りますよね。ねえ、うん、今あの温度調節が本当大変、ね、うん、風邪ひかないようにね皆さん、はい、そうインフルエンザも流行ってますので、はい、さあ今日も盛りだくさんだから紹介しておこうかな、ラインナップをね。はい、はい、さあ、ズーランドハートバトンリレーですね。毎回ワクワクが止まりません。今日も素敵なゲストがバトンをつないでくださいます。楽しみです。そしてレギュラーコーナー、岡本孝也の脚本家は犬が好き、演劇映画やなんか変なイントネーションになっちゃったここ読む時必ず笑いますよねなんかね笑っちゃうんだろうねなんかね演劇、はい、映画やドラマで大活躍の脚本家作家の岡本孝也さんを本気で日本で一番犬に詳しい脚本家に育てるコーナー、だんだん育ってまいりましたよ、ね、お、やった、うん、さあ、バースリーアルファ塾はことぶきちゃんがお届けいたします。はい、お願いします。はい、そして新コーナー、クリスタルの愛ある門番アヤマームの相談しよう、そうしよう、ワンコたちの SOS しっかり受け取ります。ワンワン里親コミュニティはハッピーワンコと未来のパパママをつなぐ場所。クリスタルズーランドは愛するペットたちと飼い主さんの幸せを応援します。今日も見て聞いて参加してください。